はい、どうも、Kチャンネルでーす。今日は、4月の8日かな。今日もお休みなんで、サイクリングに来てます。原鶴温泉のある、道の駅、バサロ、原鶴っていうところに今来てます。今日はね、朝倉立ち荒い周遊ルート、走行距離73キロ。獲得標高578メートルということですね。結構登る、前回よりはきついコースになります。ここ出発して、まず三連水車を見に行きたいと思います。その後は、今村天主堂、これ立ち荒いになるんかな、を見に行った後、今度は、秋月に向かいまして、なんかコーヒーのお店があるみたいな、そこでコーヒーを飲みたいと思います。で最後山の方に、小石原、道の駅小石原まで行ってぐるっと一周ですね。今回は時計回りに一周回って、70数キロ、走りたいと思ってますが、膝が痛くなる可能性もあるんで、もしきついようであれば途中で引き返すと思います。それでは出発したいと思います。三連水車に到着です。水が流れてないんで全く動いてませんけど、まあ一応これが三連水車ですね。まあ川みたいな感じ、川で水位が低いから回らないのかな。で組み上げるって感じかな。それでは次の場所行きたいと思います。右方向です。続いて目的地です。目的地に到着しました。お疲れ様でした。はい、村上天主堂に着きました。これレンガ造りで教会かな、教会ですね。特にトイレはありますが何もありません。それでは秋月に向かいたいと思います。
最後の道の駅行こうとしてるんですけど、途中までね緩やかだったんですけど、最後7キロぐらいになって残り、勾配 10% ぐらいの山越えがありまして、今休憩しているところです。右膝も痛くなってきて、うーんって感じですけど、頑張ります。はい、道の駅原鶴に、戻ってきました。14時前ですね。8時半ぐらいに出て、どれぐらいですかね、時間4時間10分ですね。で 75.99 キロ、なんとか走破しました。途中ね、勾配 10% ぐらいの山があって、ちょっとそこ歩いちゃったんですけど、まあ膝が痛いなりに頑張って一周できました。で、道の駅に駐車させてもらったんで、一応このおにぎりを買って、食べて帰りたいと思います。あとは娘にいちごのお土産を買いました。それではまたお会いしましょう。じゃあにー。